月刊飲食人の柳井です。今日は仙台市宮城の区多摩にあるスリーフレーバーカレーさんにお邪魔しています。店長の加藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに店名とお名前をお願いします。はい、スリーフレーバーカレーの加藤博之と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店をオープンされたのは何年前になりますか？なんか4年は2016年の5月にオープンしました。スリーフレーバーカレーっていう店名は、どのようにして決めましたか？カレー屋さんなんですけど、あの3つの思いを、コンセプトにしたくて、日本なので四季を感じる、ものを出したいっていうのと、あとは、まさか食べていただくの体にいいものを、体に寄り添ったものを、出したいというのと、あとはあの人との出会いを大事にしたいので、来てくれたお客様ですとか、あとは、出会った人たちに、大切にしたいっていう思いで、つけました。どうしてカレーっていうジャンルをやりたいと思ったのか、一度聞いてもいいですか？そうですね、まず、何かしらの飲食店をやりたいと思ってまして、それで、まあ、あのカレーだったら作れるじゃないかっていう、単純な発想から来たんですけど、あとはそうですね、カレーっていろんな具材が入れることができて、でそのスパイスで一つのこう一皿まとまるんですね。それがなんかすごいなと思って、はい、いろんな個性的な野菜が入るんですけど、結局それがカレーとして完成するっていうのがすごくなんか、インドっぽいなと思って、はあ、いろんな個性があるんですけど、でもこう国として一つの国を成しているっていうのが、なんかそれってインドとスパイスカレーとして面白い、なんか似てるのかなと思って、それで興味が。結構そのカレー、同じジャンルでカレー、はい、他のカレー屋さんに食べに行ったりするんですか？あ、もう大体してます、はい。宮城県内のカレー屋さん、大体行ったんじゃないかな、はい。すごい勉強してるってことですよね、要はね。いや、でも半分勉強なんですけど、半分やっぱカレー大好きなんで、もう趣味っていうか食べたくて行くっていうのがあって。で、そうですね、俺いつからこんなにカレーにハマってるのって感じなんですか？そうですね、やっぱりこう単純な、じゃあカレーってかけて持って出すだけでしょっていう単純な発想から入ったんですけど、でもこう入っていけば入っていくほど本当に深くて、何でも本当いろんなカレーもあるし、もうカレー風味の食べ物もあるし、もうカレー何でもカレーにできるんで、だからそういうのもうひどくて深いんだなと思って。うん、そうですね、そこでもうハマってますね。多分皆さんなかなかね、食べたことがないようなオリジナルのものをたくさん提供してるってことだと思うので。はい。そうでもないですか？いや、もともとはこう、ベースなのがあるんですけども、あとはじゃあいかにこう新しいものというか面白いものを作っていこうかなって反省考えているので、そうですね、結構和の食材をカレーで掛け合わせるのってすごく楽しいので、それは面白いですね。そう、今度不思議で、本当にカレーってその変幻自在じゃないですか。それがすごく面白いなって。ね。だからこの食材をどうカレーにできるだろうというふうに結構考えたりはしますね。どっちかというと和の食材に近づけていくと、同じカレーでもなんかね、蕎麦屋のカレーじゃないけども、
私の聞いたカレーみたいなので それってどう考えてもインド料理じゃないですもんね。そうですね、やっぱりだしとかそういうのが買っちゃってるので、うん、ではなくてもっとこうスパイスで例えば野菜ならその野菜をうまく引き立たせたいなっていうのを考えてますね、うん、今まででご自身が作ったカレーの中で一番良かったっていう何でしょう、組み合わせというか具材のカレーはありますか。ああそうですね、野菜なんですけど、それこそ今月出しているじゃがいもとカリフラワーの組み合わせってすごく美味しいんですね。これはインド人に教えてもらったんですけども、やっぱその組み合わせ作るのすごくうまくて、その中でもじゃがいもとカリフラワーっていう組み合わせはすごくマッチしてるというか、作っててももうこれは間違いなく美味しいっていうのもあります。揚げたじゃがいも美味しかったですね。あれも素揚げして形残しながらホクホク出しながら、でカリフラワーのこうサッと溶けるような感じがすごくいいなと思って、はい、ありますね。インドに行かれたっていう話を聞いたんですけど、はいはい、そのインドに行くきっかけというか、インドに行きたいっていう気持ちが湧いたのはどうしてですか。そうですね、2回インドには行ってるんですけど、1回目が学生の時に旅が好きでよく海外行ってたんですけども、インドには行ってなくて、それでサラリーマンをずっとやってたんですけど、ちょっとサラリーマン辞めてインドに行きたいなっていう、旅がしたいっていう願望をずっと持ってて、それで一度会社辞めてインドに行きました。で2回目のインドはもう本当にカレー屋さんやりたいっていうところで、じゃあ現地の味を知りたいっていう勉強のために行きました。で帰国した後は飲食店を転々としてまして、うん、で働かせてもらって、で、お金を貯めてまたインドに行って、でカレーの勉強をしてきました、うん、2回目にインドに行かれた時はもうカレー屋さんを開きたいっていう気持ちが固まってから、ね、はい、はい、どのぐらいの期間インドに行ってたんですか。そうですね、旅自体が7ヶ月、バックパッカーをしていたんですけど、インドは大体半分ぐらい、3ヶ月、4ヶ月くらいですかね、行ってました。でもそのインドでカレーを勉強したいって思ったのは理由がありますか。インド料理店で働いてまして、でインド人の方が作るまかないですか、まかないがものすごく美味しくて体にいいんですね。なので現地のカレーっていうのはこうだよって教えてもらって、じゃあインドの現地のカレーを学びに行こうと思って、そこでインドスパイスのカレーを作りたくて、始めました。でちょうどまたアルバイトしてお金を貯めてたんですけど、たまたま縁があって知り合いの方からお店をやってみないかということで声をかかって、それでカレー屋をオープンしました。もともとご出身は宮城県ですか。はい、宮城県多賀城市です。この場所に、開いたのも絶対ここがいいっていうよりはその知り合いの方にお声掛けいただいた場所がここだ。はい、たまたま声掛けていた場所が、ここだったんですよ。それでたまたまのお店やってなかったので居抜きで、はい、使ってみたらって言われて、それで、はい、始めました。住所が宮城野区田子なんですけども、はい、そうですね、ざっくり言うと仙台と多賀城のちょうど間ですね。はい、
非常に立地はそれほど良くはないんですね。はい、なのでやっぱり最初は本当にこんなところにカレー屋さんがあったのっていう方が本当多くて、はい、まあ、でもやっぱりこう今SNS とかインスタ、Facebook っていうのがすごくやられる方が多いので、でやっぱりそこで毎日発信してまあ、こちらから情報提供することによって知ってもらったのかなというところ で一回来ていただければ、あとはもう聞いていただければ通っていただけるので、はい、少しずつ少しずつ増やして、お客様を増やしていっております。まあ人入るよと言われてたんですけど全然入らなくてどうしようと思ったんですけど、はい、全く誰も来ない人がまであったんで、はい、本当にやめたくなったんですけど、うん、でもやっぱりこう地道な情報発信ですかね、うん、で少しずつ認知してもらって、あとはその地元の方にも少しずつこう、アピールしていってますね、はい、そういうのちょっと立地関係がね、よくここで始めたなっていうところでびっくりなんですけど、うん、 でもね SNS とかで発信して、はい、やっぱりカレーは遠くからでも食べたいって思う人が来るんですね。そうですね、やっぱりあとはそのコンセプトもそうなんですけど、例えばインスタ見た時におって思わせるカレーを作りたくて、はい、そういう狙いもあってちょっとスパイスカレーの中に輪を入れました、うん、SNS でこう発信するだけじゃなくて、はい、なんかたくさん今あちこち遠いとこから来ていただけるようになった理由ってまだあるんですよね。あとはそうですね、去年なんですけど積極的なイベントに参加しまして、で場所が結構仙台の中心地の外れですので、そこにずっといるんじゃなくて、あとはもう自分から出てってイベントに積極的に参加して、お客さんとコミュニケーションを取ってました、うん、どんなイベントですか。そうですね、グリーンループ仙台っていうところでやってる仙台コーヒーフェスですか、あれが去年はカレーフェスも併用してやるっていうところで呼ばれまして、はい、でそこでカレーを西公園ですか、西公園でカレー出してたりとか、あとは去年の10月ですね、三井アウトレットさんで結構大きいカレーイベントがありまして、仙台カレーフェス、東カレーフェスって言うんですけど、そこでも出させていただいて、でお客様と積極的にこうお話しさせていただいて、それでリピーターになっていただいたりもありました、うん、やっぱりイベント出ると違いますか。そうですね、やっぱりいい宣伝にはなりますね、知ってもらうチャンスだと思います。やっぱそういう人たちがやっぱこう来てくれるっていうだけでも全然口コミが広がるっていう感じ。そうです、一回来ていただいて、それで写真を撮って、で拡散していただいているので、なのでまたその写真がまあ美味しそうだったらこうまた来てくれるかなっていうのがありますね。写真撮りたくなるようなあれですもんね、食べてみてもそうですけど、必ず、そう、まあ、なんかそういう風にこう仕向けて作ったっていうのはありますね。はい、付け合わせのおかずというか、はい、かひじきとか漬物とか載ってたんですけど、はい、その日本っぽいというか和風のものとカレーを組み合わせるっていうのは、はい、こう何でしょう、理由があるというか。そうですね、やっぱりコンセプトによるんですけど、四季を感じるっていうところと、あとはその体にいいものっていうのを私も見たくて、でカレーもそうですけど、あとその、ご飯とか
あとそのおかずとかでも四季を感じてもらえたらと思って、はい、こういった形にしました。やっぱりスパイスカレーとあとその日本の和っていうのをうまく合わせたくて、はい、それで内装もちょっとちょっとカレー屋さんっぽくないんですけど和を取り入れた内装にしました。3種類だから3フレーバーですよねって言われるんですけど、まあ本当はもう最初にコンセプトがあって、まあ、日本の四季を感じるっていうのと、あと体に優しいっていうカレーっていうのと、あとは、出会いを思う人さんっていうのがあって、で私的にはやっぱりその3つのうちの出会いっていうのがすごく重要視していて、やっぱり今こうやってカレー屋さん やってもらってるのも、うん、そうですね、今まで出会った人たちのおかげなので、あとは、まあ、もちろん来てくれるお客様なんですけども、うん、まあ、僕みたいに、何かをこう学びたくて旅してる日本人っていうの結構いまして、その方々からすごく力をもらったっていうのもありますね。インドのどのエリアなんですか？結構いろんなエリアか。私南から入ったんですけど、一周したんですけど、そうですね、大体均等に、はい、旅してました。その中で同じような思い出っていうか日本人が。そうですね、もう本当カレー屋さんじゃないんですけど、うん、何ですかね、例えば理学療法士の方で、無料で施術しながら旅をしたりとか、あとはその写真家フォトグラファーの方で、うん、日本で会社クビになって退職金でインド、アジアですか、アジアを旅しながら写真撮って、で帰ってきてから独立してるっていう方もいらっしゃいますし、あとはその路上で現地の人の髪を切って、うん、はい、でそういう旅をしてるっていう、修行しながら旅してるっていう方もいらっしゃって、うん、もうなんかいろんな日本人すごいなっていうのは、はい、それは大きかったですね、感じたのは、うん、はい、そういう人たちと出会った出会って一緒に旅をしながら、でまた別れて、でも今フェイスブックとかつながれるので、でお互いの状況を今でも知れるので、で、あいつ頑張ってるからもう頑張ろうってみたいな、そのモチベーションは今も続いてますね。その時にやっぱり自分はカレーをやりたいって思ったことを一緒に語り合った。そうですね、もうその人たちもカレーカレー言ってましたね。え？その人たちもカレーカレーカレーって言ってました。で現地のあるものとあるスパイスでキッチン借りて作って、で食べてもらったりとかもしてて、はい、やってました。で日本に帰ってからもわざわざ東京から来てくれたりとかっていうのもあったりとかして、それもすごく嬉しくて、はい、やっぱりインドの魅力を引きつけたのはカレーなんですねカレーもそうなんですけど、やっぱりこう国自体がすごく面白くて、旅をすること自体がすごく面白くて、本当に人生が変わるなっていう、価値観変わるなっていうのはすごく思いました。僕くよくよするんですけど、小さいことで
でもインドでは例えば結構僕よりも貧しかったりとか、うん、あとその手足がなかったりとかする人たちが結構いらっしゃって路上にいるんですけど、でもなんかその結構楽しそうなんですよね、うん、はい、それを見てて、あ、なんかすごく苦しそうな状況でも楽しく生きてる人がいるんだから、あ、なんか自分恵まれてるなと思って、なんかそれはすごくなんか思いました。今でも思ってます、それは、はい、インドがなんか合ってるというか楽しい国だっていう。そうですね、割とっていうかもうがっつり楽しい国ですね、はい、ただちょっと疲れるところはありますけど、うん、やっぱり暑いし、まあ、暑いだけじゃないんですけど、あとは結構やっぱり人が結構賑やかなので、それ喧騒に苦手な方はちょっときついのかなってもありますけど、はい、でもやっぱりいろんな人がこう来るので話しかけてくるので、それを楽しめたらすごいインド楽しめると思います。こういうこともあったんですけど、それ含めて楽しかったっていうのがあって、まあ、そのインドじゃないんですけどアジアの国でそのなんだろう、お酒に薬が睡眠薬に入ってて、でそれで友達ってやって出会った人にお酒を勧められて、それを飲んだら寝てしまって気がついたら現金が全部なくなってたっていうのもあったんですね、はい、それと時は本当に帰りたかったんですけど、でもそこでじゃあ帰んなくて、本当に現地の人たちが助けてくれて、なんだろう、お金がないんならお金が入るまで宿泊まっていいよって言ってくれたゲストハウスのおじさんがいたりとか、あとは食べるものがないんだったら一緒に食べようとシェアして食べようって言ってくれてるキリスト教徒の信者さんたちがいたりとか、そういった人たちのおかげでなんとか旅は続けられて、はい、でもそれがきっかけで友達がすごく増えて、でその国のなんか結婚式とか呼ばれたりとかして、はい、友達になってじゃあなんか友達が結婚するんだけどお前も来いって言われて、でじゃあ行ってみたらすごくなんか歓迎されて、新郎新婦には僕会ったこともないんですけどそんな思いとかもさせてもらって、だから怖かったこともあるんですけど、それ以上にやっぱりこう楽しいこととかつながりとか出会いとかはすごく増えましたっていうところですね。昔から、はい、その海外とか旅行とかに興味があったんですか？その学生の時とか小さい時とか。ありました。もう本当小学生ぐらいの頃から出て、はい、でいつかこう世界中を旅しながら仕事がしたいなずっと思ってて、今でも思ってます、はい、あとはちょっと面白かったのが日本人宿があるんですけど、で日本人宿で1階がカフェやってるっていうところがあって、じゃあそこでカレー出してみろって言われて、期間限定でインド仕込みのカレーをカンボジアの日本人ゲストハウスで出して結構イベントやってたとか、そういったこともやってましたね。インド以外のに、はい、回られたアジアのカンボジアとか他の国でも、はい、まあ、なんでしょう、カレーとか料理を勉強したいと思いながら旅行してたんですか？はい、ました。はい、そうですね。主にその現地の普通の人たちが食べてる普通の料理を知りたくて旅してました。ということはなんかレストランとかじゃなくて家庭料理？そうですね、割とその食堂の料理だとか、あとお母さんの作る料理だとか、そういったものをこう学んでました。現地のカレーをそのまま出すんじゃなくて、
もう少し日本人のその和に寄せたいっていうのがあって、このインドのスパイスと日本の和っていうのをうまく融合させたいなと思ってやっております。こう割合で言うと今お店に出されてるカレーは、はい、インドと日本何対何で、まあ、月によるんですけど、そうですね、大体まあ半々ぐらいな感じで出せたらいいなと思ってるんですけど、あとは基本スパイスカレーなんだけども、あのおかずが和の惣菜だったりとか、あとはこう、なんだろう、あんまりこうインドでは使わないだしを使ったりだとか、あの日本の調味料を使ったりとか、例えばあの麹とか、はい、味噌とか、そういったものも日本の和をそこで表現したいなっていうのもありますね。毎月あのカレーの種類は変わってるんですか？はい、そうですね、あの3種類あって、チキンカレーは結構あの定番ですのであまり変えないで、残りの2つのカレーの方をいろいろと変えて、あの月替わりでやっております。あのカレーを食べる前にちょっとそのだし、まあ、シンプルなだしなんですけど、それちょっと胃を温めてもらおうっていう日本のなんかその習わしじゃないですけど、まあ作法であって、それをちょっとやってみようかなと思いまして、はい、付け合わせのこうね、合わせじゃないですけど、野菜も3つ、そうですね、はい、あれも基本的にはそのまま食べても召し上がっていただいてもいいし、カレーに混ぜてアクセントとして楽しんでもらってもいいし、なるべくだったらこうあの日本の惣菜をスパイスカレーと合わせたいっていうところで出ていました、うん、そうですね、はい、揚げてあるナンっていうのもこれも珍しいんですけど、あのレストランというよりかはあの家庭の味ですね、インドの、はい、で、もともとはそのバトゥーラっていうあの名前があるんですけど、ナンの生地をタンドールで焼くんじゃなくて、まあ、油で揚げているっていう、それによってこう甘さも引き立ちますので、結構そのスパイシーなカレーと甘みの強いナンっていうのは結構相性がいいので、それでうちは使ってます。でもその甘さだけじゃないんですよ。そうですね、基本的にナンの生地が、他のカレー屋さんと比べて少しだけ甘く作ってまして、でお子様とかいらっしゃるので、ちょっとスパイスカレーが苦手だっていう方に、まあ、何だけでも美味しく食べてもらおうかなと思いまして、それをちょっと甘めにして、何だけでも美味しく食べてもらおうかなと作りました、ね、うん、今日入ってきた時はちっちゃいお子さん連れてね、そうですか、はい、ご夫婦で来たお客さんいらっしゃって、はい、普通にカレー食べてちっちゃい子さんでも食べられるっていうのは結構珍しいんじゃないですかね。そうですね、やっぱキッズカレーもあるんですけど、やっぱりこうナンが人気ですね、はい、ご飯がおにぎりの形になってるんですけど、あれもオープンした時からずっとですか？はい、いや、オープンした時は、もっとカフェなカレーだったんですけど、ちょっと路線を変更してもっと和に和を取り入れようってところでおにぎり型の形にしました。もっと、カレーを使って発信したいなっていうのがあって、もっとこうスリーフレーバーカレーとして影響力を持ちたいなっていうのがあります。例えばそうですね、今まだまだカレーっていうのは、カレーって言ったらこうカレーライスをイメージしたりとか、あとはもうお家のカレーをイメージするっていうのがあるんですけど、じゃなくてそれも美味しいんですけど、こうスパイスだけで作ったカレーっていうのもその認知を広めたいなとか、はい、そういうところでカレー食べると元気になるよねっていうのは、もっともっとこう
発信できたらいいなと思ってます。あ、それはあの独立したいってことですか。やめとけでもいいですし。あ、大変です。いや、あの大変です。本当に僕も一回思ったんですけど、あの普通にサラリーマンの方が良かったなと思う時は絶対来ます。はい。はい、でも本当に自分が考えて作ったものがあのお客様に選ばれてでこう評価してもらえるコメントもらえるっていうのはものすごく嬉しいです。はい、それで頑張れますね。はい、ある程度自分で作ったものが人に受け入れられたらこれ嬉しいなっていうのと、あとはそのだろう、やっぱ出会いを思う人さんなんですけど、たくさんと人のつながれるっていうのがあの今すごく実感できているので、それはやっててやらなければなんかあのできなかったことだなと思っているので、それはすごくありますね。それも花さん、もう M カレーをもう超えたいっていうのは本当に、うん、あの目標でして、すごい高い壁だと思うんですけど、ここは超えたいなっていうのがありますね。M カレーさんはあの本当に去年出会ったんですけど、花さんでやったあのちょっとイベントがあって、料理教室があって、花さんがそのあの岩沼で整骨院の方とそのコラボしてたっていうイベントがあって、僕もたまたまそこにじゃあ行こうと言ったんですよ。 M カレーのその噂を聞いてたんで、そしたらもう羽賀さんが面白すぎてあのすごい意気投合してしまいまして、はい、この人面白いなって。羽賀さんってあんなに楽しそうにカレーを作る人見たことがないんですよ、僕は。はい、ので結構話し込んで一緒に何かやろうねっていう話をもらったんですよ。でその次の週あたりに羽賀さんからそのメッセージが来て、そのカレーフェスに出ないかいって言われて、ちょっと招待されて、仙台のカレーフェスがあるんだけどそこに一緒に出ようよっていう話を羽賀さんからいただいたので、ちょっとあんなに盛り上がった手前ちょっといやいいですって言えなくて、もう面白いやりましょうって言い合ってたんで、じゃあもう分かんないけど出ますっていう話をして、なんだか分かんない、ノリで出ますって言って、そしたらそこからもうイベントを呼んでもらえるようになって、なのでその結構そのイベント結構出てるんですけど、させていただいたんですけど、そのきっかけは羽賀さんなんですね。でも本当にあの人はもう本当に楽しい人でもう祭り好きなんだなっていうのが本当に、そのノリでカレー作ってるのかなと思って、やっぱりすごく楽しい、こっちも楽しくなるっていうような人ですね。はい、カレーをあんなに楽しく作ってる人っていや僕見たことないですね。はい、そうなんですね。多分めっちゃ苦労してると思うんですけど、はい、でも、もう出すときはすごい楽しそうにやってるんで、まああなりたいなと思ってます。はい、素晴らしい商品本当にありがとうございますっていうところと、もっともっと変化してもっとこう美味しいカレーを作っていくので、はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。